はい、どうもスタッフケンタです。今日は2月の12日日曜日ですね、 Vlog スタートとなります。放射冷却でですね、キンキンに冷えております。早朝マイナス3度でございました。寒いで、窓ガラスのですね、もうキンキンに凍っていまして、車の窓もガリガリでございました。はい、今日はですね、多分気温が上がるんだろうなという日曜日の朝でございます。はい、天気も良くてですね、まあ昨日も自転車でご来店いただいたり、新車のロードバイクを乗ってですね、帰られるお客様もいらっしゃいました。まあ、あと少しでですね、本格的なシーズンインでございます。はい、自転車の準備は大丈夫でしょうか。はい、引き続きですね、修理メンテナンス等ですね、受付しておりますので、そのまま自転車をお持ちになっていただきまして、ご来店をよろしくお願いいたします。他店ご購入のお客様のバイクもですね、修理しておりますので、お気軽によろしくお願いいたします。フィッティングも OK です。はい、フィッティングね、予約制になってるんで、予約をしていただいて、ご来店いただくような感じになりますので、お問い合わせよろしくお願いいたします。さて、今日のお話なんですけど、久々にクイズ、これは何でしょうの第2弾、はい、しばらくぶりのこちらの企画でございますが、早速ですね、ちょっとお勉強のようなことをやっていきましょう。今日のですね、これは何でしょうのパーツはこちらになります。ドン。これ見たことある方も いらっしゃるのかななんて思っておりますが、正式名称までですね、これ知っている方は素晴らしい、100点満点でございます。はい、チク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 チーン。はい、答えをどうぞ。はい、はい、それでは答えを言ってきますね。こちらのパーツですね、ブリードニップルキャップというパーツになります。でこの名前だけだと、まあ、なんだかいまいちよくわからないところだと思うんですけど、シマノのですね、これ油圧のディスクブレーキのキャリパー部分、これここですね。でこのですね、オイルを入れる部分のキャップをブリードニップルキャップと言います。へー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 。で、このパーツのですね、役目なんですけど、このですね、オイルを注入するところに、例えばゴミだとかホコリなどが詰まってしまって、まあオイルがですね、なかなかちょっと通りにくいなとか、ホース内にですね、ゴミが入ってしまうことを防いでくれる大事なパーツなんでございます。へー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 。知っていた方結構いらっしゃいますでしょうか。はい、まあディスクブレーキのですね、これロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイクなどなどですね、乗ってられる方も多いと思うんですけど、このパーツ知ってましたでしょうかね。で、このパーツですね、意外といなくなりますなくなってることが多い。はい、まあ、ふとした瞬間にですね、あれいねえなっていう時が多いんですよね。で特にですね、マウンテンバイク、転んでしまった時に、どこに行ったかよくわからなくなってしまって、このオイルをですね、注入する部分に砂だとかですね、泥が詰まることもありますので、要注意でございます。なんかね、これネジ式のタイプに変えた方がいいんじゃないかなって個人的には思ってるんですけど、はい、でシマノ製のですね、これディスクブレーキをご使用の方、このパーツ、今自分の自転車についてますでしょうか。このパーツがですね、ないとメカニックがですね、困ってしまうこともしばしばございます。オイルがってなってる方多分多いかなと思います。店頭にですね、こちら在庫もございますので、もしですね、ちょっとあれいないぞという方はですね、これシーズン前にご来店お待ちしております。はい、大事なパーツなので、これ捨てないようにしてください。よろしくお願いいたします。まあ、今日はですね、こんな感じで久々にクイズ、これは何でしょうお伝えしていきました。
でもって話は変わりまして、2023年シーズン、4月から6月にですね、開催されます。自転車のイベント、ロングライドイベントと、ヒルクライムイベントですね。こちらをピックアップしたものをメインチャンネルの方にアップをさせていただきました。まあ、比較的ですね、これ、新潟県からアクセスが楽な富山県だとか、群馬県あたりかな。のイベント、まあ、あとはですね、ちょっと大きめなイベントですね。で、初めて参加するイベントとしても、おすすめのイベントですね、これ4つずつ、ヒルクライム4つ、ロングライド4つですね、これピックアップさせていただいております。シーズン初めにですね、これ参加するイベントが入ってないと、なかなかモチベーションが上がってこないというところもございますので、ぜひですね、これ、メインチャンネルチェックしてみてください。そしてですね、もう一つご案内なんですけど、これ結構お問い合わせ多いんですけど、以前ですね、これ一度やらせていただきました、買取専門のですね、ビチアモさん、ビチアモさんとのですね、これ買取企画のイベントが、一応ですね、4月の初旬に開催決定しました。はい。おそらく4月の1日、2日だったかな。はい。土日、2日間になりますね。で、この冬にですね、これパーツを交換して余ってるパーツなどをですね、買い取ってもらったり、新車を買ったので、以前乗ってたロードバイクを、処分したり、ホイールなどですね、これ売ったりなどなどですね、これ自転車の、ロードバイク、マウンテンバイクも一応買い取ってくれるみたいなんですけど、そういうですね、パーツを、全て買い取ってくれます。で、前回ですね、昨年ですね、開催一緒にさせてもらったんですけど、2日間でですね、36人ぐらいだったかな、30名を超えるですね、お客様が2日間を通してご来店をいただきました。で、今回もですね、これ正式なスケジュールが決定しましたら、ご連絡をですね、させていただきますので、今のうちにですね、これパーツ集めておいてください。予約制にさせていただくんで、これちょっとね、ここのところ、30分このお客様で30分このお客様みたいな感じでちょっと区切ってね、やらせてもらいます。待ち時間がないように調整させていただきますので、よろしくお願いいたします。で、今回ですね、こちらのそのイベント、ビチアモさんとですね、もう数社一応ご来店予定でございまして、一つ決定しているのが、唯一無二のですね、これシューズブランド、レイクシューズの試着会、同時開催でございます。はい、レイクシューズ、知ってる方はぜひですね、この機会ご来店をよろしくお願いいたします。全サイズ試着可能となっております。はい、レイクシューズですね、結構問い合わせが多くなっておりまして、試着会いつ開催なんですかというメールもいただいたりしてますが、4月のですね1日2日ですね、この2日間、レイクシューズの、ご担当者おられまして、試着会開催でございます。はい、よろしくお願いいたします。また詳細決定したらホームページ等ですね、 YouTube の方もアップさせていただきますので、はい、チェックしてみてください。ということでですね、今日はサクッとこれ何クイズとですね、イベントの告知をさせていただきました。今日めちゃくちゃ寒くなってるんですけど、こんな寒い冬もあと少しだと思われます。はい。で、自転車のメンテナンスはですね、しっかりとやっておきましょう。私もですね、まだツールドーキナーのですね、タグがそのままつきっぱなしなんで、ちょっと外してですね、洗車はしたんですけど、タグを取ってですね、2023年モードにですね、切り替えていこうかななんて思っております。よろしくお願いいたします。ではでは、2月の12日日曜日ですね、作業ダッシュで進めていきます。それではまたアップします。